はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済、QR コード決済、バーコード決済、正しい呼び名はということで、今回はキャンペーンでも何でもないんですけども、すごく素朴な疑問として、まあ、よく使うこのスマホ決済や QR コード決済という言い方についてちょっと調べてきました。まあ結論からすると、まあ好きなように呼べばいいという回答なんですけども、そんな些細なことでもちょっと気になってしまうんですよね。一応今回参照にしたページは皆さんご存知の Wikipedia から引っ張ってきました。まあ Wikipedia も誰でも編集できるので何とも言えないんですけども、まあいい基準になるのかなと思いました。 Wikipedia で調べると QR コード決済、バーコード決済というのが出てきまして、文章をちょっと一部読むとですね、 QR コード、バーコード決済は QR コードやバーコードを用いた電子決済システム、コードの種類を区別せず単にコード決済とも呼ぶということですね。そしてスマートフォンの機能を使用したシステムが主流なことからスマートフォン決済、スマホ決済と呼ばれることもある。ただしスマートフォンにはフェリカや NFC だの他の非接触型決済機能も搭載されることから正確な用語ではないということですね。まあここにも記載がある通り正確な呼び方はないみたいですね。僕の動画では多分8割ぐらいがスマホ決済、残り2割ぐらいが QR コード決済、もしくはバーコード決済で多分僕自身が言ってる気がしますね。まあせっかくなんでこの Wikipedia のページにちょっとした QR コード、バーコード決済の歴史みたいなものがあったので、こちらも少しまとめてみました。まず暗号通貨のビットコイン用に2012年にリリースされたモバイルアプリケーションが QR コード決済に初めて対応したというのがまずスタートですね。で次に2014年には WeChat Pay が中国に次ぐ高いシェアを獲得ということで、今現在、まあ、中国では WeChat Pay と Alipay が主流にどんどん QR コード決済が普及しているというような感じですね。そして日本では PayPay の100億円キャンペーンで後発にもかかわらず一気に上位に食い込むということで、そして2019年日本国内では QR コード決済統一企画の JPQR が提唱されたということでした。まあかなり大雑把ではあるんですけども、なんとなく多分伝わりますよね、流れ的にも。まあ暗号通貨から QR コード決済、そして中国の WeChat Pay から始まって、日本では PayPay などたくさんの QR コードの決済が出てきたと。そして最終的には一つにまとめようぜということで JPQR が今現在進んでるという感じになってますね。まあ結構いろいろと調べてみると結構面白いです。まあそんなこんなで今回は QR コード決済、スマホ決済、正しい呼び方ということでしたが、まあ僕はあまり滑舌が良くないので、まあ今後もスマホ決済という呼び名でまあお伝えすることが多くなると思います。まあ今回はあまりためになる情報ではないかもしれないんですが、多分今後もこんな些細な疑問を動画にしたいと思います。結構調べたりするのが面白いので。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。